アジリジンは窒素原子一つと炭素原子二つからなり、分子式が C2H5N と表されるヘテロ酸因。肝化合物の IUPACK 透明、およびこの3因間の構造を持つ有機化合物の総称である。母化合物エチレン移民については項目エチレン移民を参照。アジリジンの原子上の結合角は約60度で通常の炭化水素に見られる。 結合角109.5度よりもだいぶ小さい。そのため、シクロプロパンやエチレンオキシドと同程度の角歪みが生じている。この種の化合物の結合はバナナ型結合モデルを使って説明できる。アジリジンは直鎖状脂肪属アミンと比べて塩基性が弱く、酸化入り定数は7.9である。またアジリジンの大きな結合角によって、 窒素原子の反転への障壁が高まっている。この障壁が十分高いため、N クロロマイナスにメチルアジリジンの脂質体とトランス体は分離することができる。アジリジン管は何通りかの方法で合成することができる。これらをアジリジン化という。分子間嗅覚置換反応で網の元が隣接するハロゲンと置換すると、ハロアミンからアジリジンを生成する。 網のア,アルコールでも同様の反応が起こるが、ヒドロキシモトをあらかじめ良い脱離域に変換しておく必要がある。網のアルコールの感化反応は、ベンケル合成と呼ばれ、ハロアミンからのものはガブリエルエチレイミン法と呼ばれる。アルケンへのニトレンの負荷はアジリジン合成の優れた方法である。ニトレンはアジ化合物の光分解、または熱分解によって作られる。 トリアゾリンを熱分解もしくは光分解すると窒素原子が外れアジリジンが残る。トリアゾリンはアジ化合物とアルケンの不可感化反応で作られる。アジ化ナトリウムの存在下でエポキシドを開環し、続いてトリフェニルホスフィンで還元して窒素原子を除くとアジリジンができる。アジリジン感は立体的歪みが大きいため多くの嗅覚剤によって 快感反応を起こす。アルコールやアミン、チオールなどが孵化し、アミノエチル化生生物を与える。アルキルリチウムやギルマン主薬も効果的な嗅覚剤となる。快感反応の応用として、トリミチルシリルアジドと非対称性を持つリガンドから、オセルタミビルを不正構成する反応がある。アジリ人類の毒性はその構造によるが、アジリ人類に共通の毒性もある。 DNA の拡散塩基など、嗅覚剤と出会うと改換しながら結合する。これは、アジリ人類の変異原性につながる。トータルハザードスコアでは1位である。なお2位は、ニッケルカルボニル、3位は、メチルヒドラジンである。吸入や接触に関して、手袋などをしていてもアジリ人はそれを浸透してしまうという報告がある。扱うときには、 手袋をしていても、浸透までの時間を常に確認し、汚染を避ける最新の注意が必要である。国際眼研究機関によって、アジリ人類の発眼性が調査され、発眼性があるかもしれないグループ2バイトに指定されている。アジリ人類は DNA にアルキル化を引き起こす可能性が指摘されている。アジリ人は目、鼻、呼吸器、皮膚などの粘膜に刺激を与える。 アジリジンは皮膚に触れると急速に浸透する。皮膚では皮膚炎やジンマシンの症状を起こし、呼吸器では喘息の症状を示す。ありがとうございます。